こんにちは。はい、ピッチピーチ福島始まりました。はい、MC の黒いあかりです。よいしょ。どうも、いいんじゃないのペンギンナッツ井上康介です。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、いいですね、にぎやかですね、いっぱいしてるよ。にぎやかですね。はい、今月から本格的に始まった企画なのですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今回から初回からオンラインの開催となりました。はい、今回は福島大学の放送部の部員さんたちとズームをつないでいます。あ、放送部。はい、お願いします。よろしくお願いします。自己紹介からお願いします。はい、はい、まず僕から、はい、はい、放送部部長のカズキと申します。よろしくお願いします。もう名字出ちゃった。もう出てるよ、カズキくんって書いてあるからね。カズキです。はい、お願いします。はい、ちょうど、はい、福島大学放送部広報3年のベヌマです。今日はよろしくお願いします。すごいな、アプリ会社の社長みたいだね。椅子の感じが。アプリ会社の福島大学放送部2年生の、初期会計の担当の、朝日と申します。よろしくお願いします。会計頭良さそうだもんな。福島大学放送部広報2年の生きて出てきておいてです。よろしくお願いします。それ何紹介ギャル、何のそれ。あ、ちょっといあの名前が生きて出てきてっていう風に書いて、おいでっていう風に読む、ちょっと珍しい名前なので、いつも自己紹介で使わせていただいております。福島大学放送部1年新田と申します。よろしくお願いします。福島大学放送部1年の伊佐子です。ドラマだったり映画鑑賞が趣味です。よろしくお願いします。わー、はい、ちゃんとした自己紹介を。私たち福島大学放送部はですね、福島市にあるラジオ局の FM ポコにて放送中の番組、キャンパスクラップの制作だったりとか、あとは学内放送での番組制作、それからイベント MC などを中心に活動している団体になります。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。すごい、ポコでその喋ってるの知ってると。あ、そうですね、はい、毎月2回ほどラジオの放送があって。え、いや、通りで、おいでさんは喋りが結構達者ですもんね。そうそう。いや、みんなうまいんで、私なんか階の方の下の方の泥なんで、はい。本当に、いや、絶対滝行してる子そんな喋りうまくないでしょ。新田君、滝行してんだもん。まあ、まだ修行中の身なんで。修行中の身ね。でも早速テーマいきたいと思います。はい、大学生ガチ討論のコーナーです。はい、ガチ討論、はい、テーマを決めて学生に徹底討論してもらうものです。はい、今回のテーマはこちら、大学生にとってテレビとはです。大学生の中にはテレビを見る人、見ない人、さまざまな人がいると思います。テレビとって、皆さん普段テレビとどのような付き合い方をするのでしょうか。ちなみにテレビをよく見るって人何人ぐらいいるんですか。手挙げてます。あ、でもよく見るのは4人か。ってことは、和樹くんとおいでさんはあんまり見ない。私は本当にたまにしか見なくて、一応家にテレビはあるにはあるんですけれど、なんかこう一人暮らしをちょっと始めてから、あんまりこう気軽にリアルタイムでテレビを見ることがなくなりまして、録画機器がなくて、私の家には。なので気になってたドラマとかも結構見逃すことが増えたりだったとか、あとはこういうことも続いて、次第にこうテレビをつけることが減ってしまったんですね。で、そういうこと。はい、で、全く見ないわけではなくて、本当にごく稀に見るときっていうのは、自分のその好きな人だったりとか、推しがこの番組出ますっていう風に情報が出たときに、なんかもうちょっと覚悟を持ってじゃないですけど、テレビの前で正座してこう見守るみたいな。僕も、まあ、おいでちゃんと似たような感じでピンポイントで見たり、あと、YouTube に公式で上げられている切り抜きの動画とかっていう部分ではテレビを見てる。あとは、まあ、僕一応お付き合いしてる人いるんですけど、その人とは一緒に、はいはい、
なんだろう、その人のお家に行った時にはやっぱ一緒に見るっていうスタイルが多いですね。だから一人暮らしではあんまり、見る機会はどうしても少ないのかなっていう感じです。もう さらっと話した彼女のことをいっぱい聞きたいけど、どっちかそれ討論ではないの。いや討論で俺3時間ぐらいいけるそうだよ彼女の話で。じゃあちょっと本当にのろけは受け付けてないんですよこちらとしては。差し込んじゃったのかっていうよりもなんか一緒、誰かと一緒に見やすいっていうもの。なるほどね。それを見るときって何系を見るんですか？ちょっとドラマとか。そうっすね、ドラマもそうですし、なんか僕とかはニュースよく見るんですけど、ニュースピッてやると彼女がドラマに切り替えたりだとか。そうだからそうっすね、そんな感じでやってます。見る側の人の話も聞きたいですね。そうですね。じゃあベーヌマ君からいこうかな。上からいこうかな、はい。僕は、まず朝毎日ニュース番組見るんですよ。はい、まあ確かに社長だ。社長じゃあ、新田くん。とりあえずテレビをつけておくっていうのがありまして、なんかあんまりその静かな環境が好きじゃないので、なんかテレビだからとりあえず音声がある状況。うん、4時ですっていう番組出てるんですけど。見ます。何回か。あ、もう見る、はい、見ますし。4時ですっていう番組で、何したっけ、サイコロゲームってやつがあると思うんですけど。はいはい、一応最後まで聞きましょうか。どんなやつですか？電話をかけて。電話つないで、はい、で、サイコロゲームですっていうふうに言って、で、サイコロを、いいのか、で、そのサイコロを振って、出た目があるんですけど、はい、出た目がある。6の目が出たとしたら、まあ、その目より、じゃあその今度、少ない目が出たら、その少ない目が出たらそのさらにゲームので景品をもらっていくみたいなやつなんだ。そうですそうです。なるほど、他局のやつですね。そうなんです。福島の番組ってあったら全部なんか似たような感じに見えちゃうのかな。うちは実家が7人家族で結構大所帯だったんですね。だから家にいると誰かの生活音が割と聞こえてくる状態で生きてきたので、うん、こっち来て一人暮らししててもなんかちょっと寂しいなって思う時はテレビただつけとくとかっていうのが割とありますね。なるほどね。今まで皆さん見る側の人が言ってたのとちょっと自分は違って、はい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 、なんか本当にテレビ見る時もドラマとかをメインで見るが、うんことだけが多くて、あくまでも皆さんが言ってたみたいにニュースっていう場面においては自分どっちかっていうとスマホだったりとかウェブニュースを多く見る機会が、機会が多くて、なんかまあ皆さん確かに言ってた通りテレビのニュースのメリットもあると思うんですけど、なんかスマホとかの方がなんかウェブニュースだったりとかだと文字で書いてあるので、まあいいなというか気になる情報とかを中心にささっと手軽に見れるっていう、まあ、確かにね、チョイスできるからね自分でね。はい、おいでさんは、ニュースはどこで見る感じになりますかね？私は結構ツイッターとかが多くてですね。でもなんか結構今ツイッターってその検索画面行ったりすると今話題の情報だったりとかがすぐ出てくるので、キーワード出るね、それを結構見ることが私は多いです。YouTube とかってその、うん、時間気にせず見られるじゃないですか。確かに、うん、自分が好きな時間だったりとかに出るから、どっちかというとなんかやっぱ結構暇な時があったりすると YouTube を開くっていうことがやっぱり私も増えました、うん、そうか。あと YouTube って尺短いのがあるかなと思って、テレビ1個見るってやったら30分とか1時間とかかかっちゃうじゃないですか。確かに確かに。 YouTube の動画だったら、まあ、10分とか20分とかそんくらいで見れるんで、今時間にちょうどいいんですよ。じゃあ結局やっぱ長いんだ。なんかテレビだと TVer とかがあったりするじゃないですか。TVer ね。スマホでテレビ 見れなくもないかなっていうのは感じてはいたりします。そっかそっか、そうだね。離れているみたいな感じはありますけど、まあ、テレビ利点っていう考えるとやっぱり自分の寂しさを埋めてくれる、寂しさを埋めてくれる、まあもちろんそれも似た君だけだけどね。なんかこう日常となんか一体化してるものみたいな、そう、なるほど、ね、昔からあるものだから、
それはそうだ。もちろんラジオもやっぱテレビも今後とも、まあ、大学生若いけどやっぱどんどん見ては欲しいですよね。これは銀のはすげえわ。いやマジか。やったー。